スナップは18世紀中頃に活躍したイギリスの競争馬、シュボバ。馬名、スナップは父、スニップからの連想。なお3区に同盟馬が数頭いることから、それより古いという意味でオールド・スナップなどとも呼ばれる。スナップは1750年にカスバードラウスによって生産された。1752年にはその、 カスバートラウスが死亡したためジェニソンシャフトに売られている。競争場時代はわずか4戦のみではあったが優れたレースぶりから当時の競合として知られていた。1000ギニーのマッチレースでエクリプスの父に当たるマースクを2度にわたって破り、他スウィープステークス、ヨークでのフリープレートにも勝った。引退後はジェニソンシャフトの下で種ボバ入りした。代表3区は ジェニソンシャフトの持ち馬ゴールドファインダー。他にも優秀な馬を数多く輩出し、21年間で送り出した。勝ち馬は261頭、総獲得賞金は92,637ポンドにも及んだ。他に大守護はサー・ピーター・ティーズルの母の父でもある。スナップの産区にはスピードに優れるものが多かったため、畜産家からはスピードのスナップとして呼ばれており、 これは18世紀後半から19世紀初頭の格言、スナップはスピードで、マッチェムは姿形でそれとわかるにも現れている。後世への影響も小さくはないが、父方の直系子孫は直後に登場したヘロドやエクリプスの大繁栄に押されほどなく姿を消した。スナップ自身は27歳の時にウエストラティングで死亡している。父スップはクラブの判定であり、 その父はフライングチルダーズである。母はシスター・トゥースリップ・バイであり、ファミリーナンバーは一号族になる。当時、特に貧馬には名前を付けないことも多かったため、このように表記されているだけであり、当時シスター・トゥースリップ・バイがこのように呼ばれていたわけではない。ありがとうございます。